先週の2月7日の、NJKF ウエストにて、バンタム級の新チャンピオンに輝きました志賀選手に今日インタビューしたいと思います。お願いします。最初に、初のタイトルマッチを終えた感想をお願いします。そうですね、初めての地方遠征でもあったし、初めて の, タイトルマッチということで結構初めてが多くて慣れないところ多かったんですけど、なんとか、アウェーで、勝てたことはすごい自信になりました。はい、チャンピオンになって周りの反応とかはいかがですか？あ、そうですね、みんな周りの方たち喜んでくれて、特に、トレーナーのタイジンの先生がすごい喜んでたのを見て、取れてよかったなって、思いました。はい、試合内容についてなんですが、いかがでしたか？相手の甲斐選手は結構パンチがあると思ってたので、そうですね、自分は首相撲得意なので首相撲で行こうと思ってて、作戦通り首相撲で、勝てたのかなって思います。はい、今後なんですけども、どのような選手になっていきたいですか？そうですね、まだチャンピオンになった実感ないんですけど、チャンピオンとして NJKF を盛り上げていけるように、盛り上げていける、選手になっていきたいなと思います。はい、では、2022年の抱負をお願いします。そうですね、2022年最初勝ってて、いいスタート切れたと思うので、今年は無敗 で,、で去年1試合しかできなかったのでいろいろあって、今年はなるべく試合してですね、盛り上げていきたいですね、NJKF を。はい、対戦したい選手などを含めてちょっと意気込みをお願いします。そうですね、対戦したい選手全然あまり考えてなくて、チャンピオンになったので、強い選手と組まれていくと思うので、そういう選手を、倒していければなと思います。はい、では、ファンの皆様に一言お願いします。初めまして、Sジム所属の、志賀正弘です。今回タイトルマッチに勝ってバンタム級のチャンピオンになりました。 S ジムは NJKF に加盟してまだ日が浅いので知らない人も多いと思うんですけど、これから応援よろしくお願いします。